な。こんにちは。昼と一緒のお弁当を食べます。あっ、飛んだ。え、なにこれ、パリッパリの卵を飛んできた。なんで一緒かというと、余ってたし、なんか夜のやつがちょっと気分じゃなかったので昼のやつを食べます。誰かオムライス食べてない人がいるかもしれないけど、それはちょっとすいませんすいません、オムライス食べたかった人がいたらすいません。夜のお弁当見てないけど、絶対ちょっとなんかさ、オムライスの気分やってん。とにかく夜の弁当は何か分からへんけど、オムライスが食べたかったからいただきます。ポテトが食べたかったの。ポテト大好き。うん、夜公演ありがとうございました。夜公演もね、よろしくお願いします。2回公演なんで。なんかね、疲れた疲れちゃった。え、なんかこれ大丈夫？皮か、皮の色か、なんか腐ってる色みたい。ちょっと避けとくと。え、なんかすっごい、なんの音か分からんけど、ゲームっぽい音が聞こえる。皮か、食べれんのか。なあ、いただきます。食べました。うん、美味しい。ケンシンはあのマクドでなんか今シルバニアのハッピーセットやってて、もうそれがどうしても欲しいから、あのリハ期間毎日マクド食べようと心に決めました。1回だけ買っても、で1個一番欲しくなかったやつが当たって、コンプリートっていうか、なんかコップみたいなやつがあって、そのコップが欲しいな。でもなんか着せ替え人形みたいなの当たって、それ正直一番いらんかったやつやったからちょっと明日もう一回買おうと思います。でも毎日ね、めっちゃ可愛いねん、可愛いねんけど、でもコップが欲しいから、コップが当たるまでハッピーセットを頼み続けようと思います。言えばもらえる。え、そうなん。でも確か、え、それさ、ちっちゃい子だけとかじゃない？え、24歳でもすいません、おもちゃなんかコップのやつがいいんですけどって言ったらもらえるんかな。昨日の僕、あ、配信です独り言でか。え、でも確かに聞いたことある。なんか言えば、なんかさ、袋はさ、袋に入ってるけどさ、正直形でわかるやんあ、
言ったらもらえるんかな。ちょっと明日勇気、でもちょっと待って、緊張しちゃう、そんな、どうしよう。娘が欲しいの、そんなんさ逆に恥ずかしいやん、そんな言い訳してんの。娘がどうしてもコップのやつが欲しいって言ってね、絶対娘いないさ見た目やし。シンシンやで言ってみたらいける、シンシンやで。え、タワー、ちょっと待って、まさゆきさん、またもう昼もねでかいタワー入れてくれたのにありがとうございます。公園も来てくださってありがとうございます。お城ありがとう、ほんまにいつもありがとうございます。近く泳いますよ、ほんまに独り言でかい喋りかけられてるかと思った、いつも独り言。アイスはもう取りました、食べてはないけど、食べたいやつね、名前書いといた。18時、待って、なんか全然時間ないやん。そんなことないか、あと1時間以上もあるか。なんかシンシン、なんか結構食べ物の好き嫌いはないけど、なんかこだわりっていうか、なんかそういうこだわりっていうんかな、なんやろ、あんまり好きじゃないもの食べれないものはないけど、あんまり好きじゃないものはいっぱいあって、でアイスもあんまり好きじゃなくて、でもシャーベットは食べれるねん。で1個しかシャーベットなかったから、早めに取って名前書いといた分かる？食べれるねんで、食べれへんものはないねん。ちょっとね、めんどくさいと思う、だからなんかえ、そうやねん、シンシンさめっちゃなんかって口癖やねん。アイスクリーム、そうアイスクリームが、なんか、いや苦手ではないねんね、なんていうんやろ、アイスクリームを食べたい気分になったことがない人生で。出されたら食べるけど自分では買わない、それやねん、それでした。でもほんまに甘いものはちょっとしか食べれなくて、食べれるねんけど、いや夏でも、でもシンシンはめっちゃジュース好きやねん、だからアイスっていうか、なんかジュースめっちゃ飲みたくなる、そのなんかあめっちゃ暑い時に、ほんまにめんどくさいよな、シンシンってめんどくさいよね誰とも食の好み合わへんと思う。
あーフルーツめっちゃ好き、フルーツめっちゃ好き。なんで2回言ったんやろ。なんか喉が乾かない、さっぱり系、さっぱり系がめっちゃ好きで、こう甘なんやろな、そうさっぱり系です、さっぱり系が好き。めっちゃ柑橘系、柑橘系も好き。フルーツはほぼ全部好き。でもメロンだけ食わず嫌いで、ほぼ食べたことなくて、メロン昔食べてなんか苦手で、そっから一回も食べてなくて、で今なんかメロンのさフラペチーノやってるやん、そうみんな飲んでるからさ、でもさ別に 安くはないやんそのフラペチーノってさちょっとお高いっていうかさ、まあ、高級ドリンクやん。なんかそれでさメロン苦手やったらさちょっとショックやからさ挑戦できひんけど、でも今やったらさ食べれる気がするねんけど、どうなんやろ。でもなんかメロン嫌いのためのカスタムみたいなんでなんか出てて、なんやったっけな、なんかミルクかなんかを変えるみたいなフラペチーノって生クリーム、生クリームじゃなくてなんとかミルクみたいなに変えたらマイルドになってメロン嫌いな人でも食べやすいみたいなの載せてて、なんかあやばいかも、めっちゃ画面暗くなった。あ待って、嫌い、あ食べれへん食べ物あった、生ハムメロンとかそっち系、あの酢豚パインとか生ハムメロンとかなんかあるやんそういうの、あのご飯の中に入ってるフルーツ食べれへん、あったわ、見つけました。もうね苦手、酢豚、カシューナッツはいけると思うけど、なんか昔ねよく出てた、これご飯は食べれる、レタスチャーハン、え？レタスチャーハンは食べる、サラダのリンゴとかなんかそういう感じのなんか絶対おかしいやんみたいなやつあるやん、たまになんでそこにおるみたいなやつはあんまり食べれへん。カレーのリンゴって固形なん？溶けてたら食べれると思う。パフェの中のフルーツ苦手やったら何？パフェ食べられへんやん。チョコパフェってこと？シンシンはほんまにパフェ食べたら頭痛くなるパフェは食べれへん、ほんまに一口しか。甘すぎて倒れる、致死量。パフェ全部食べたらもう生きていかれへん。うん、なんかな、あの可愛いカフェ巡りとか起床できひんと思う。コーヒーとかならいいけど、このケーキとか生クリーム系とか、いちご大福はめっちゃ好き。スタバ確かに、フラペチーノ飲まへんでもほぼ飲んだことないスタバに行って、コーヒーでも
コーヒーは甘いのが好きやねんっていう面倒くささ。カキピーのピーナッツいらんで怒ってる人いるけどピーナッツは美味しいで。ピーナッツはな、意外と重要な役割をしてんねん。なんかさ、たまにピーナッツないやつあるけど、やっぱね、ちょっと恋しくなるやん。たまにちょっと量多すぎる時あるけど。ココア、ココアはあのココアもちょっといっぱい飲んだら倒れちゃう頭痛くなる。チョコ系、チョコ系とか生クリーム系があんまりかも。あんまりいっぱい食べれない、難しい。え、どういうこと、ピーナッツのやつだけ買ったりするって。そ、カキピーでもないやん、ただのピーナッツってこと。スイーツね、でもね、絶対スイーツ好きそうな見た目やん。ギャップナンバーワンかもね、ピーナッツだけやもん、ただのピーナッツやんな。え、柿の種のピーナッツだけっていう商品でさ、普通に普通のピーナッツと柿の種のピーナッツって違うん？何が違うん？なんか違うんかな、塩加減とかが違うんかな、他のピーナッツと。そんなん売ってるんや。さつまいもめっちゃわかる。あの、なんやっけ、お味噌汁とかにさ、たまにささつまいも入ってる時あるやん。別にあってもいいけどいらんなって思っちゃうなんで甘いの入れるんやろって思いますけどね入ってたら食べるし、こんなにさ何が食べれんのって感じやん。逆にあんま言わんとこでも何でも食べれるねん、ほんまに多分ちょっとこだわりが強めなだけです。何でもは食べれる、全部食べれる、食べれます。というご飯トークでした。というわけで突然なんですけどランキングを読みたいと思います。いきます。13位シンタ、ありがとうございます。12位キオリさん、ありがとうございます。11位ゲリさん、ありがとうございます。10位、スグルさん、ありがとうございます。9位テツ、ありがとうございます。8位タコヤマ、ありがとうございます。7位ハッちゃん、ありがとうございます。6位野原しんのすけのすけ、ありがとうございます。5位ツル、ありがとうございます。4位マサルン、ありがとうございます。3位沸騰注意、ありがとうございます。2位京都のおやじ、ありがとうございます。1位マスユキさん、ありがとうございます。お城もありがとうございました。タワーも正幸さん、ありがとうございます。皆さんも本当にご飯心身のご飯トークに付き合ってくださりありがとうございました。それでは夜公演も頑張っていきたいと思います。見ててください。それでは行ってきます、準備してきます。バイバイ。